阿部、吉川についてコメント。阿部は肋骨を負傷している吉川について多分だけど吉川は正直ぶつけ本番になってしまうと16日から始まる CS ファイナルまで実戦調整はなしになることを明かした。マジかよ、3番は無理やな。シーズン中に休ませないからこうなるんよな。きついな。吉川だってそんな若くないんだし、やっぱ休ませて使うべきだったな。吉川と浅野が心配。この2人がポストシーズンで打率1割台とかだったら負ける。モンテスが復調しているし、3番はモンテスに任せて吉川は下位打線で。吉川は絶対に必要。てか吉川以外のセカンドは不安で見てられんわ。阿部、野球に吉川は必須だからな。正直無理させてでも使うだろう。終盤に無理して出場してたらしいし、完治はまだしないだろうな。吉川抜きで戦うのは正直岡本抜きより怖いからもしれんわ。吉川心配すぎる。ご視聴ありがとうございました。